2月の備蓄品の補充については、いくつかテーマを設けているんですけれども、まずは中東情勢の不安定化ですね。こちらの方への対応と、あとは地震に対する対策ですね。こちらの方も追加していこうかなと。そして、いつものローリングストックなんですけれども、こちらの方でも備蓄品のリストを追加して対応していこうかなというふうに思ってまして、まずですね、中東情勢の不安定化に対しては、原油がですね、入ってこなくなると、ガソリンや灯油などですね、それらが手に入らなくなると嫌だなというのがあるので、まずはですね、3月までということで、灯油を追加で購入しています。灯油が必要な3月いっぱい使うために、1、2、3、18リットル入りを3缶ですね、満タンにしておきました。そして地震用の備蓄についても追加をしていまして、これらのものを購入しています。この除菌シートですね、除菌シート60枚入り、これを2つと、単一の乾電池、これを2つ、そして単4の乾電池、これを4本セットを2つですね。それからこの備蓄棚で使うケース、これを全部で1234つ、これを100均で買ってきています。そして火力の予備としてヒートエース、これを 4.5kg 入ってる1ケースと、それを燃やすためのこの器具ですね、この器具と、この調理するときに使うコンロ、こちらの方も追加で購入しています。そして、いつものローリングストックですね。今月使ったものをこんな感じで追加購入しています。このハンドソープの詰め替え用品1本と、この食器用の洗剤の詰め替え用は2つ、そしてお風呂用の洗剤の詰め替え、これも2つ、これを新しく追加して備蓄していこうと思ってます。そしてこのいつも購入しているアルコールタオルですね、これと石鹸、そしてサランラップのこの2つのものと、そしてボックスティッシュは1、2、3、4、5、5個入ってるものを2つですね。ローリングストックで使った分を補充していって、これが2026年11月までコーンクリームと、そして缶詰のこれですね、クリームマッシュルーム、こちらの方は2024年10月まで。そして、これ、シャキットコーンですね。シャキットコーン3缶入りで、2026年11月まで。そして、このカカオ86%のチョコレート、これは2024年11月まで。これを3袋。そして、このマヨネーズですね。マヨネーズは、2024年5月まで、これを1つと、この味噌ですね、味噌、これも2024年7月までを1つ、そしてお餅、こちらの方は2025年10月まで長持ちです。そしてこの麦茶パックですね、これも備蓄にして2025年3月まで。そして、この龍角散ののど飴、これも使ったので2025年5月までのものを1つと、このすりごまは2024年12月まで、で、いりごまが、これは2024年12月まで1つ。そして、腸活コットはこちらの方は2025年6月までで、これを2つですね。そして、わかめスープは、これは2024年12月までが1箱ですね。そして、ポタージュの方も
追加で2025年2月まで、これを1箱ですね。それからもち麦は毎月購入していて2025年1月まで。そして宝本みりんは2025年5月で、ポッカレモンですね、小さなものじゃなくて大きなものにすることにして2024年9月までですね。そしてごま油は2025年7月まで。そしてこの白だしも追加をして、これは2024年の12月までですね。それからだしの本だしですね、これも大きなサイズを購入して2025年6月までです。そして毎月購入しているこのお水が1箱しか在庫がなかったので、もう1箱は別なものを購入しています。ということで、こちらの内容がもし参考になったっていうことであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると励みになります。それではここまでご清聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。